チェリーはパチスロにおいて1リールのみで入賞、払い出しが確定する小薬の総称。サクラんぼが絵柄に用いられることが多いため。大繁盛本舗の中段チェリーパチスロでは、ほとんどの機種で1リールのみで入賞が確定する小薬の図柄にサクラんぼの図柄を用いていたことから、1リールのみで入賞が確定する小薬のことをチェリーと呼ぶようになった。 一リールのみで入賞が確定する省略でなくとも、らんぼの図柄を用いていれば、チェリーと呼ばれる。ほとんどの機種のチェリーは、左リールの上中下段のいずれかに止まることで、省略となり、払い出しを受ける。その場合、5ライン機であれば、上段に、チェリーが止まった時は、上段と右下がり、下段に止まった時は、下段と右上がりの2ラインで入賞していることから2倍の、 配当となる。チェリーの配当が2枚であれば4枚が払い出されるが、中段に止まった時は中段のみの1ライン入賞となるため2枚しか払い出されない。と呼んで区別する。中段チェリーには特典が付加されていることもある。と呼んで区別する。タンチェリーには特典が付加されていることもある。タンチェリーは集中薬やボーナスを直接抽選する。 ボーナス抽選後確率モードの抽選の契機薬として使われることがある。タンチェリーに特別な意味を持たせた最初の機種は2号機のアラジンである。この機種では通常同期はチェリーのフラグが成立するとレンチェリーになるが、ボーナスフラグかアラジンチャンスが成立するとタンチェリーとなった。ストック機の時代になるとタンチェリーを含むチェリーの省略はといった効果を 生むようになった。一部の機種で、タンチェリーレ連チェリーとは異なる特別な意味を持たせるようになった。なお、アラジン A、アラジン2エボリューションなどのアラジンシリーズの一部においては、一般的なタンチェリーの定義とは異なり、二連チェリーもタンチェリーに含まれ、集中薬やボーナス抽選、またはモード抽選の契機薬となる。小号機においては、 ボーナスとの重複当選の期待が高い役として採用されることが多い。中段チェリーは左リールの中段にチェリー絵柄が現れるデメであり、時代背景によって以下のような役割を果たしてきた。バニーガールやコンチネンタルなどの機種ではリーチメの役割を果たした。小役カウンターが搭載された4号機からは単なる小役になり特殊な意味合いは持たなかった。しかし、 狙わないと獲得することができず、省略回収打法を行うプレイヤーにとっては大きなプラスになった。シングルボーナス等が搭載されている AC 機種だと、プレミア的役割を果たすことが多かった。例えば、アントニオイノキという名のパチスロキなどでは、中段チェリーの出現率は1、24,517であったものの、出るだけで最低 AT3 連などにつながった。 a t 機に規制がかかり、ストック前盛機になった後に、中段チェリーボーナス放出契機になることが多かった。反面、ストック機においての中段チェリーは、出現率が著しく低く、プレミア的存在になりつつあった。重複フラグが可能な小号機においては、中段チェリーは高確率で、ボーナス同時当選となる場合が多い。また4ライン機では、 中段チェリーは当然払い出しの対象にならないが、4号機の霊埋賞役と同じような役割を果たす。ボーナスを搭載していないアートキや AT 機でも確定役であることが多い。また、中段チェリーと同時にバーが揃う機種も存在する。また5号機では、タンチェリー出現でリプレイが揃いリーチ名を演出する機種も出てきている。リバティベルガムフルーツにおいて初めて、 スロットマシンの絵柄にフルーツが登場することになった。採用された絵柄群はベルオレンジプラムレモンスペアミントの葉横長の棒状シンボルの6種類でフルーツはガムの味の種類を示しており誕生したフルーツ絵柄は現在のスロットマシンの共通絵柄として当時のガムのブランドマークとともに現在まで100年以上にわたって脈々と受け継がれることになった。 が、スロットマシンの最も象徴的な絵柄である、チェリーは、蒸気の中に存在していない。チェリーは、リバーティベルガムフルーツと同年に発売した、ガムの自販機がつかないタイプのスロットマシンである、オペレーターズベルで、スペアミントの葉が、チェリーに置き換えられことから始まりであった。現在では、スロットマシンのシンボルといえる、チェリーも、当初から存在していたものではなかったことが言える。 一リールのみで入賞が確定する省略があるのは現在では当たり前だが、かつては一リールのみで入賞が確定する省略は特許になっており、日本電動式遊戯機工業共同組合の加盟メーカーしか使用することができなかった。そのため、初めて日電共非加盟メーカーとしてパチスロを発売した J 氏の第一期私牧のオールドバーには、 一リールのみで入賞が確定する省略はなく、後にこの特許の保護期間が終了したため、現在では、日電協非加盟メーカーの機種でも、一リールのみで入賞が確定する省略を搭載することができる。4号機以降の日電協加盟メーカーの機種で、一リールのみで入賞が確定する省略を採用していない機種は、27、チュラヒメさん、クチンを厳め、先駆け。 男塾などがあるが少数派である。また、4号機初期までは入賞総数の規制の算出方法が現在と異なっていたため、1リールのみで入賞が確定する省略は、入賞が確定するリールに最大2個までしか搭載することができず、チェリーとそれ以外の省略を同一フラグにすることも認められていなかったために、 チェリーは必ず取りこぼしの生じる省薬であったが、4号機途中で、それらが改正され、チェリーを3個以上搭載することやチェリーとそれ以外の省薬を同一フラグにすることが可能になり、すべての省薬の取りこぼしがない台を作ることも可能になった。ありがとうございます。